木綿製ペティコートの裾に施されたカットワーク。カットワークは布地に刺繍を施し、内側を切り抜いて、レース模様を作る手法。布レースの一種であり、シライトシューとも呼ばれる。立体感のある優美な装飾性があり、洗濯が効くため実用品にもしばしば利用される。具体的には、シングなどの室内装飾品、ブラウスやワンピースなど服飾品の襟、袖、裾などに、 部分的に使われる。土台となる布は折り目が積んでほつれにくい、上質の麻、オーガンジー、木綿、絹、薄手の毛織物が使われる。刺繍は一般に白糸を使い、図柄の輪郭線をボタンホールステッチ、ブランケットステッチなどでかがる。切り取る部分が大きい場合は、間に糸、ブレード、ブレードを渡すこともある。 7世紀にはすでにヨーロッパで高度な技法が見られ、装服、ハンカチーフ、枕カバー、シーツなどで使われていた。13世紀以降は特に発展し、14世紀から16世紀にかけて、ベネツィア製の精巧なカットワークが、宮廷服や装服で愛用された。16世紀には、ニードルポイントレースが生まれ、これが現代のレースの原型となった。現代では、 家内工業で大量生産される。日本には宣教師たちが明治初年にもたらし、上流家庭のクッション、テーブルクロスなどで使われた。ありがとうございます。